アメリカで F-35 戦闘機と F-16 戦闘機の模擬空中戦が行われているのをキャッチしました。今回はこの模擬空中戦を詳しく見ていきますね。しかし、F-35 戦闘機にはもう一つ別の意味があるんですよね。本国アメリカをはじめ、世界に配備が進む第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2が、6月30日に導入を検討していたスイス空軍に採用されたと、ロッキード・マーティン社が発表した。スイス空軍では、これまで、ノースロップ社の F-5、タイガー2と FA-18C、ホーネットを運用していたものを、F-35A を36機調達することになり、世界では15番目の採用国となったのである。今回、スイス空軍では、次期戦闘機の選定にあたっては、F-35A の他に、ボーイング社の FA-18E スーパーホーネット、脱走者のラファール、エアバス社のユーロファイター、タイフーンも候補に上がっていた。F-35 ストライクイーグルには、ロッキード・マーティン社が、単発エンジンによるタンザの第5世代ステルス戦闘機として開発を進め、多用途に運用可能なマルチロール戦闘機として、今後、アメリカ空軍及び海軍の主力戦闘機となる機体だ。大きな特徴は、同一の機体構造で A タイプと呼ばれる通常離着陸 CTOL、B タイプの垂直短距離離着陸型ストブル、C タイプとされる艦載機型 CV の3タイプが存在するため、統合打撃戦闘機 JSF とも呼ばれている。日本においては F-15J の後継機種として航空自衛隊に A タイプを105機 B タイプを42機調達することが決まっているが、これによって本国アメリカに次ぐ世界で2番目の調達機数となる。ストブルの B タイプについては、海上自衛隊護衛艦、いずも、型の、いずも、加賀、に艦載される予定となっていて、南西諸島などの島嶼防衛の用として期待されている。日本政府が F-35 の調達を決めたことに対して、高額な機体をトランプ前大統領の圧力で購入させられたとして、当時の安倍首相を批判する声が多かったが、当時の次期戦闘機候補の中では、性能と先進性において F-35 に勝る候補機種は存在せず、最適な選択であったする軍事専門家は多い。ちなみに、高額すぎると批判の理由に挙げられていた F-35 の価格は、日本円で1機当たり約125億円であり、当初日本導入を希望して断念したアメリカ空軍のステルス製空戦闘機 F-22 ラプターが約350億円であることからすれば、3分の1の価格で購入できている。F-35 の価格については、今後導入国が増えて、生産機数が増えることで、コストダウンが期待されている。アメリカ空軍が F-35 の調達遅れのために、つなぎとして導入を決めたボーイング社の F-15、EX について、その事実が伝わった当初は、一部の自称軍事ジャーナリストが、アメリカが F-35 の代わりに導入を決めた F-15、EX は安いはずで、メンテナンス費用を節約できるから、コスト面で日本も採用すべきと主張していたが、米空軍が最初に購入した F-15、EX8 機の価格が約1288億円。1機当たり約151億円であることが判明してからは、どうやら沈黙してしまったようだ。F-15EX は、1世代前の F-15 がベースだが、最新の電子機器を搭載したために、高額でとなってしまい、現時点で、用途によっては、性能的に F-35 から見劣りしない機種ではある。
メンテナンスにおいては、これまでの F-15 のパーツが流用できるなど、コストは安いが、第一線での実動年数が F-35 と比べてかなり短いことは明白で、数年間はメンテナンス費用を節約できたとしても、長いスパンで考えれば、結局は高くつく可能性がある。F-35 において、最大の特徴は、そのステルス性能にあり、ロシアや中国などの第5世代とされるステルス戦闘機が、正面からのステルス性しか持たないのに比べ、機体の継ぎ目をなくしたほか、レーダー波を吸収して、反射を抑える、カーボン複合材や塗料の採用によって、全体のステルス性能を高めている。また、アビオニクスにおいても、最新の技術が駆使されており、特に、コックピットの大型ディスプレイや、ヘルメットのバイザーに、情報を投射する、ストライクアイと呼ばれるヘッドマウントディスプレイシステム、HMDS を採用されたことで、これは、戦術データの投影や赤外線センサー、EOTS で取り込んだ機外の景色を、EODAS で投影して、パイロットの視界を通常では見えない足元など全方位をカバーする、画期的な装置が搭載されている。これほどの近代テクノロジーを結集させた F-35 であるが、実は、一世代前の F-16、ファイティングファルコンとの模擬戦闘において、悲劇追判定を受けるとの、ショッキングな出来事があったという。2015年1月に、アメリカで実施された両機種の模擬空中戦闘において、F-35 は、F-16 による追跡を振り切ることができず、撃墜され、と判定された。このことが公表されると、F-35 は、機動性において、F-16 において、大きく劣っているとの報道が発信され、空中格闘戦能力が低く、後方視界が悪いため、敵に後ろを取られても、パイロットが気づけないと、評価されてしまったのであるが、この評価は、正しいとは言えない。なぜならば、F-35 と F-16 とでは、その戦い方におけるコンセプトが全く異なるからである。F-35 は、最新のアクティブフェーズドアレーレーダーである AN/APG-81 によって、より早く敵機を察知し、それをストライクアイによってパイロットに知らせ、射程が長い AIM-120 アムラームなどで、先制攻撃をする戦術のもとに開発された戦闘機である。空中格闘戦を想定して開発された F-16 とは異次元の戦闘機といってもよく、この2015年の模擬戦がどのような想定で実施されたものかは詳細が不明であるが、この当時ではストライクアイや近接戦闘に対応したソフトウェアが開発中であったことから、このような結果になったとされている。アメリカ空軍は、模擬戦への報道に対して、F-35 は、ステルス性最重視の戦闘機であり、センサーやミサイルも、それに伴って、開発が続けられていて、それらが完全であると想定して組まれたシミュレーションにおいては F-16 に完全勝利を達成していると反論をしたのである。実際に2016年6月に行われた F-15E との模擬戦闘においては F-35 は88回の出撃で 100% 任務を達成し、 F-15E との空中格闘戦においては悲劇墜率ゼロを達成したとアメリカ空軍が発表している。この模擬戦闘で F-35 が F-15E を何機撃墜したかは公表されていないが、F-15 シリーズの中でも最新のレーダーを搭載した F-15E であっても、一度も先に F-35 を発見することができず、2016年の年間の F-15E に対するキルレシオ撃墜対悲劇墜比率では117対0であり、F-15E には一度も撃墜されていない。このように F-35 は戦闘機同士による有視界空中戦を想定しておらず、陸上、
艦上レーダーや空中の早期警戒機などと情報を連携して、敵機を先に発見し、長距離射程の空対空ミサイルで、一方的に、アウトレンジから攻撃を加える戦法を取る、ウェポンキャリアであり、ジェット戦闘機による戦闘の概念を根本から変えてしまう可能性を秘めているのである。